教員社会っってそうなっちゃってんのかと市民の皆さんがあこんなことだったのかとこれいうことが分かるように、まあ、調査したいと名古屋市教育委員会では教員の人事を担当する教職員課が小中学校の校長で構成される校長会など複数の教員団体から校長に推薦する名簿とともに金品を受け取っていました。今月11日の会見で市教委は 少なくとも40団体以上から200万円を超える金額と説明していましたが、今日の会見で今年度は推薦者名簿を提出した団体の8割に当たる69の団体から金品を受け取っていたことが新たに分かりました。市は第三者の調査チームを立ち上げ、今年度中に中間報告を取りまとめる方針です。